ラショウモンカズラは、ヒソカラショウモンカズラ族の多年層。茎は直立して高さは15から30センチメートルになり、長い毛がまばらに生え、草全体に方向がある。花後、地上を這う長い層デーダを茎の下から出す。葉は耐性し、長さ2から3センチメートルの傭兵があり、形は三角上心型で、長さ2から5センチメートル。 幅2から3 5センチメートルになり、葉の縁は粗い二部虚子になり、木部は心形になる。花期は4から5月。額は長さ約1 3トルの筒状になり、十五脈あって先端は浅く語列し、まばらに開け出毛が生える。花は神経の鮮やかな紫色で2から3個のまとまりになって、数段につける。花敢は長さ4から5センチメートルになり、 上唇は短く二列し、下唇は三列し、その中央列辺は大きく、下方に反り返って二つに浅く裂け、白地に小紫色の模様があり、喉部の先端に開け出する長毛がある。花の付け根につく包葉は、最下のものは、葉とほぼ同じで、上に行くと小さくなる。学編は、花より濃い赤紫色で、花子も目立つ。日本では、本州、四国、 九州に日本国外では朝鮮半島中国に分布し産地の林内の湿った場所や渓流沿いに自生する。名前はこの花を渡辺綱が羅生門で切り落としたとされる貴女の腕に見立てたものとされる。ありがとうございます。